私のビデオを見てくれてありがとう。この動画が気に入ったら、気に入って共有してください。チャンネル登録して、もっと動画を視聴することを忘れないでください。すき焼きの死は怪盗の仕業。5年前にオロチの城へ単身で乗り込んだ際、おでんが耳にしたのは驚くべき事実でした。それは、父すき焼きを殺害したのは怪盗だということです。すき焼きがなくなったものの国を守るべきおでんは国内にいない状況、オロチはワノ国のために怪盗と手を組むしかなかったというのです。怪盗は誰も手出しできないほど強大な存在であり、歯向かう者は容赦なく殺害していきます。将軍代理を務めるオロチであっても、怪盗を討ち取ることは難しく、黙って従うしかない状況でした。おでんの帰国を心待ちにしていた者の中には、勇ましく怪盗に立ち向かっていた者も大勢いたようです。バカ殿を演じた真相が明らかに、光月の名が偉大であるがゆえに、和の国が疲弊しているのだと、オロチはおでんに吹き込みます。自分勝手に海へ飛び出していったことに負い目を感じていたおでんは、和の国を顧みなかったことを深く後悔します。そして、オロチは国丹一族が政権を握り続ける方が和の国のためになるんだとおでんを説き伏せ、その代わりに和の国を開国させることを約束します。また、光月の名を誇りに思い命を投げうる者がこれ以上現れぬよう、バカ殿を演じることを決意してはおでん。和の国を誰よりも愛していたおでんは、光月の名を捨て国を守ることに徹することとなったのでした。おでん赤座や VS 街道で桃之助が人質に。おでんがバカ殿を演じるようになってから5年後、オロチが約束を反故にしたことを知ったおでんの怒りは頂点に達しました。赤座や9人なんと共に街道の元へまっすぐ向かっていくおでんの前に現れたのは、屈強な竜の姿をした街道でした。和の国を乗っ取る街道に対し、これまでの悔しさをすべてぶつけるべく攻撃を放つおでん、赤座屋と共に街道一味を圧倒していきます。このまま街道を討ち取るか?と思ったその時、なんと戦いの場に人質として現れたのが桃の助だったのです。最愛の息子が現れたことに戸惑うおでんは、その一瞬の隙に街道からの攻撃を食らってしまいます。そして桃の助の命と引き換えに捕らえられることを選んだおでんと赤座屋9人男。おでん釜茹での刑が3日後に執行。桃の助の解放を条件に、自ら街道の手に落ちたおでんと赤座屋9人男は、将軍に歯向かった罪で3日後に釜茹での刑に処することが決定します。花の都に週に一度来ていたバカ殿おでんに対し、国民も呆れ顔だったものの、処刑のニュースを聞いてどこか寂しそうな様子。バカ殿になっても別の意味で慕われていた様子も垣間見えます。おでんを含む10人全員が処罰というのはかなり重いのではないか。しかし、将軍に敵対するとはそのくらい重い意味を持つということです。おでんも赤座屋も和の国のために潔く釜茹での刑を受けようと覚悟を決めたのでした。この後実際に処刑されて死亡するのは、光月おでんのみであることが、すでに本編で明らかになっています。おでんの最後はどんなものだったのか、そして赤座や9人男が無事現代まで生き延びている理由はなぜなのか。おでんの妻ときの思いや桃之助との別れはどうなるのか。次回へ続く。